おお、あの子めっちゃ可愛い。見て、人魚が可愛いと思った人はチャンネル登録と高評価よろしく。へよ、綺麗なお姉さん。ちょっとどこ行くんだ。危ねえ。うわ、怪我はないか。あ、助けてくれてありがとう。でも人間とは喋っちゃいけないっていうのが人魚界のルールなの。あ、ちょっと待ってくれよお姉さん。はい、それじゃあ今日の授業を始めるよ。すまない先生、人魚になれる方法ってありませんか。そんなものはないと思うけど。なあミスターブラック。いや、そんなもの知りませんね。おなんだか怪しいな。へっ、さっきのミスターブラックの様子明らかにおかしかったよな。あの様子だと人魚になれる薬かなんか絶対研究室に隠してるな。今から探してやるぜ。さあミスターブラックの研究室はこのレバーを引いてと。よっしゃ入ってくぜ。さて前よりもセキュリティが硬くなってるな。けどこっから先は変わってねえようだな。さあ、いつも通り自動ドアを開けてくぜ。バシャッ。さてさて、この中に入ってんじゃねえか。お、なんだこれは。お、人魚になれる。いかにも人魚になれる薬じゃねえか。さあ、こいつを飲んで人魚になるぜ。よっしゃ、それじゃあ早速人魚になれるを飲んでくせ。これで本当になれるのか。どう、マジか。マジで俺の見た目人魚になってんじゃねえか。さあこれであの子に会いに行くぜ。お、あの子は。この前の子じゃねえか。久しぶりだな。どうして？あなた人魚になったの？ああ、お姉さんのために人魚になってきたんだぜ。うひょー、最高の気分だぜ。さて、未完成だった人魚になれるの開発を進めますか。って、バカな。これはおそらく、で、赤ちゃん目、あの薬は飲んでから24時間以内に人間に戻れるを飲まないと一生人魚の姿になってしまうことを知らずに。今の話は本当かい。はい、この薬を24時間以内に飲まなければ元の人間に戻ることはできません。まずいことになったな。早く赤ちゃんを探しに行かないと。仕方ありませんね。こうなったらミスター赤ちゃんを探し出し人間に戻れるを24時間以内に飲ませるしかありません。私の特設で作っておいた超ジャンプ装置を使って一気にここから飛び出して赤ちゃんを探しに行きましょう。さて爆発の勢いでゴーです。お、うまく作動したようですね。それでは上から赤ちゃんを探していくとしましょう。ふん、空を飛ぶというのは
なかなかに気持ちがいいことですね。ねえ、面白いところがあるんだけど、行かない？え、面白いところ？行け行け。で、なんだこれ。でっけえ、こんなでかい神殿が海の中にあったのかよ。行きましょう。なあ、おすげえ、ここは何かの神殿、いや遺跡なのか？お、下に行ってみてえな。ええ、行ってみましょう。なあ、この神殿を二人っきりで一緒に探索していこうぜ。なんだ？この檻は閉じ込められたのか？さて、ミスター赤ちゃんは一体どこへ行ったのでしょうか。おや、あそこら辺にでかい神殿がありますね。あそこにおそらくミスター赤ちゃんは行ったのでしょう。では私が開発したこのネザースターとスポンジを合体させたスーパースポンジを使って一気に水を抜いていきましょうか。これを使うことによって一瞬で水をなくすことができます。ではうまくいくでしょうか。ポチッと。お、うまくいっているようですね。どうやら私が作ったスーパースポンジは大成功のようですね。これを使えばわざわざ水中を通る必要はありません。いい感じに水を吸収してくれていますね。ですがこれぐらいが限界ですか。ならばもう一個置いていきましょうか。ポチッと。これで一気に海底神殿まで進むことができますね。ミスター赤ちゃんの痕跡はないでしょうか。ここら辺を通った形跡があればいいのですが。おや、これはミスター赤ちゃんが持っているミルク入りバケツではありませんか。これがあるということはこの近くにいたということで間違いないでしょう。クソ、誰が一体こんなことを。俺たちをどうする気だってんだ。どうしたらいいのかしら。まあそいつは、そうだな、あ、いいこと思いついたぜ。俺の最強の策が。任せなお姉ちゃん、この俺の天才的な頭脳を用いた作戦ってやつをな。これが俺の作戦だ。どうだ、俺の作戦は。こうなったら俺たちを閉じ込めたやつを倒しに行こうぜ。ふう、ミスターブラックがスポンジで水を吸収してくれたおかげでだいぶ神殿に近づくことができたな。ここにおそらくミスター赤ちゃんがいるに違いない。こっから入ればいいのかな。さーてと、神殿内部に入ったけど、ミスター赤ちゃんの姿は見当たらないな。一体どこにいるんだ。あ、これはチェストがあるじゃないか。中身を確認していこう。こういったところには、だいたいお宝があるってのが相場だ。ん？あ！トライデント！これがあればね、強い水生生物と遭遇しても負けることはない。こうやってね、投げたら戻ってくると強い武装だ。進む道が見当たらないな。これは、ん？ここだけトラップドアになってる。怪しいな。ちょっとチェックしてみるか。もしかしたら、広いエリアに続いているかもしれないからね。ん？あ、やっぱりそうだ、続いてる。ちょっと入ってみるか。ん？ここは、あ、すごい大量のピラミッドがある。ん？あ、あれはエルダーガーディアン。
こいつらは倒さないと。ちょっと危険だな。すまない。よし、一発当たった。じゃあ二発目。すまない。さすがはエルダーガーディアン、かなり HP が多いな。だが次の一撃で。すまない。よし、まずは1体目を倒していく。こいつらが暴れるとミスター赤ちゃんたちが危ないからね、早めに倒しておこう。すまない。よし、当たってる当たってる。やっぱりこのトライデントかなり使い勝手がいいぞ。あー、しまった、外してしまった。ロックオンされたけど、もう一発当てて逃げて、さらに一発当てれば。よし、2体目を撃破。そうしたら3体目も倒しておこう。あっと、まずい、見られると非常にまずいんだな。エルダーガーディアンは目を見られるとビームを出してくるからね。さあ、あいつがラストだ。よし、残るはラスト1体。わあ、わあ、しまった。ほらほら、どけ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 。ま、ミスター赤ちゃん、ドラッ。お、すまない先生じゃねえか、やっと見つけたぞミスター赤ちゃん。で、その子は？だあ、こいつは俺の彼女なんつってな。笑っている場合ではありませんよミスター赤ちゃん。は、何言ってんだ。あなたは間もなく一生人魚になってしまうのですよ。なんだそりゃ。さあミスター赤ちゃん、早くこれを飲むんだ。何をしているのですか。早く人間に戻れるを飲まなければ、あなたは一生人魚になってしまうのですよ。嫌だ。人間に戻ったらもう一生このこと喋れねえじゃねえか。ミスター赤ちゃん。何やってんだ。これで飲む気になったでしょ。お、俺も飲むぜ。だ、まさかこんな展開になるとは。これはハッピーエンドってやつだね。こうしてミスター赤ちゃんは人魚と共に人間に戻った。